はい、どうも、モルさんです。さあ、今回もちょっとアルベルを、使っていこうかなというふうに思います。これ出たばっかの時かな、使ったの。なんで、まあちょっと久しぶりになんですけど、まあずっとここ最近アルベルを使っててね、めちゃくちゃ強いですね、こいつは。やっぱり回避して3回無敵がつくっていうのがね、非常に強いです。で、あとやっぱり今防御力増加環境なんで、防御力増加中の敵に攻撃すると、余ダメが 50% 増加と、スキル1のアンドンがね、攻撃当てるたびに 10%。短縮で、まあ、70% 以上の時はダメ化が 30% っていうのと、パラメータ増加大体の敵はね今してるんで、まあ、こっちの攻撃力が 20% 上がって敵が 20% 下がると。でスキル値アンドンね、防御無視で500で狩人こっちはね757ってスキル攻撃力高くて、3000かの、まあ、固定ダメージもありますよと。まあ体力がね70% 以上っていう上限値はありますけど。で相変わらず街道3周ね、これ強いんですよ。6タグ3セットでつくんで。はい。で、体力 48%、攻撃 61%、防御 50% っていう感じで、まあ、バランスよく振ってあります。はい。で、ポイントはね、カラーメダルっていうとこですね。はい。で、アタッカー、麦わら、パラミシア、船長、新世界、最強の世代、6タグマックスで 167.8% という感じで、早速ね、リーグの方やっていきましょう。で、最近、まあ、出たメダルですよね。街道3種の人獣街道メダルっていうの、イベントのメダル。キルすると、アンドンが、スキル1がね、短縮されるんで、非常に、良かったです。前まではね、ゲッターの街道のメダルを使わなきゃ、街道3種できなかったんで、アタッカー的にはね、やっぱりこう、ゲッター街道の固有があんま強くないんですよ。なんだっけ、旗抜くと、スキル1が、あれするっていう短縮されるってやつね、あんまりいらない固有だったのが、人獣改造メダルが出たおかげで、はい、非常にね良くなりましたね。またね、まあ、こういうとこでしっかりね、もらって回避をね、ジャス回もらって背中に火を灯すことがね仕事ですね、まずはね。でこうジャスもらって、はい、これで、ゲッターの援護ですね。やっぱアタッカーはねゲッターの援護、うん。で、こうしっかりね、厄介な敵を倒していくと。で、ここね、ちょっと削られちゃって、歌で多分1回削られてたんですね。もう一発余裕あるかなと思ったらダメでした。で、ここね、キングと奥にいるゾロ。はい、こっちね、両方当たる位置に移動してから撃ちますと。うん。で、ここはね、まだ、火と思ってない状態はね、無理しない。この後絶対ね、無敵とか撃ってくるんで、そう。で、この後ね、撃ってくるでしょ、メイザー。で、ここでジャストもらうと。あ、落ち着いてね。で、ここで裏アンドンで、まずは、ローをね、はい、落として、もう一回ジャストもらって、背中に火灯して、で、なんだっけ、ババアも倒していくと。で、ここでね、はい、ゾロも倒していくと。で、ここでジャストもらうって、このね、歌の後残りをね、生かしてジャストもらうっていうね、これちょっとミソっすね。うん。で、こうもう一回ジャスもらって、ジャスもらったら3回ね、無敵作って、強すぎる、マジで。鬼のように強い。で、これなんかね、アンドン透けたんですよね。これ何なんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。で、ここ一緒にちょっと抜いて、と思ったんですけど、真ん中ね、ちょっとゾロがいるんで、まあ僕は、あそこ残りのゲージ的に一人で抜けると判断したので、ゾロの対処ですね。はい、ゾロ倒していく。で、真ん中少し溜めつつ、ここ、ゲッターをね、今度奥に行かせない作業ですね。ここもやられてもいいんで、とにかくここで引きつける。これ3体引きつけてるんで。ただ、カイドウが飛んでっちゃったっていうのはね、ちょっとね、あれなんで。まあ、こっからは、ちょっとゲッターを潰す仕事ね。はい。で、キットローは潰しました。で、ここね、キット戦わなくていいからね、取り行ってほしいですね。ここ。ここキットね、取り行ってほしいんですよ。はい。で僕はね、このゲッターカイドウさんを、まあ、始末していくと。はい。ここね、めちゃくちゃ戦うでしょ。あのね、ここじゃなくて、そう、溜まってない旗、二陣と一陣は溜まってないんですよ、自分チームの。ここ取り行ってほしかったっていう。で、この試合10キルしたんですけど、負けました。勝ったらね、だから1万1000ぐらい行ってましたね、多分。はい。残念でした。はい。で、まあ、時は変わり、ドラム島ですね。これは、まあ僕が、ちょっと、なんですかね、ジャスをもらって背中に火を灯したんですけど、よし、OK、灯って、
思ったらね、下降りちゃいましたね。はい、じゃ下追いかけて、はい、ここでもう一回ジャスもらって、でここでしっかり殺して、ゾロにも当てていくと。これはねもう臆せず握ります。後ろねウタちゃんがいるんで、おお、これナイスですね。ゾロと奥にいたミスター3にも当たってますね。これナイスです。はい、でまだ背中にはヒート持ってるんですけど、多分あと1発か2発ぐらい取れちゃうんじゃないかな。まあ、ちょっとなんで、まあ引きつつですね、下に行ったやつを見ようと思ったんですけど、まあミスター3っていうのと自分チームの4番がね、あの死に出しで多分出してくれるってことなんで、僕は、ゲッターのカイドウをまず潰す作業で、ここねちょっとミスりましたね。ちょっと回避が早かったで属性変わっちゃったんで、ワンパンされましたね。これ多分あれですね、攻撃はしてないんだけど燃焼入れちゃったから、その燃焼で属性変化してっていう感じですね多分。はい、まあアルベル待ちしてもう一回やっていこうかなと。ここはね、まあニカとあのミスター3なんですけど、まあ不毛の戦いをしてるんで一旦ちょっと置いとこうかなっていう僕はねやっぱあのここねニカをアルベルなんで倒すのが、はい、ドーン、これ強いね。ブースト中の2かだろうがね、なんだろうがね、もうワンパンできますからね。まあしっかりここやろうと思ったんだけど、ここ後で取り返せるなと思って、上抜かれてるここね、守りいかないといかんと。ここね、先になんとかしないといけないですね。この判断は結構良かったかなと思います。はい、ゾロをやって、でここね、キットロが取ってくれたんで、まあ良かったかなと。でここで多分そう、ジャスト取んで、その後のジャスト取ろうと思ったら取れなかったんで、普通に殴っていきます。これジャスかなと思ったらジャスじゃないっていうね。で、ここ、木造裏アンドンで避けつつカイドウにも当てるっていうね。はい、これいいですね。もううまいですね。で、抜き終わりでこれで一落ちさせていく。で、ここでちょっと焦りましたね。回避から入っちゃったんですけど。で、ここも当てなくてもいいんで、はい、ジャストね取れればいいんで、向こうの心理からしたらね、裏スキル避けたらすぐ攻撃したくなるんですよね。よっしゃしてやったりみたいな。であと2秒だったんで抜ききれないかなと思ったんですけど、キットローの人が来てくれてなんとかギリ抜けると。ナイスでございました。で3戦目ラストですね、ドラムトでした。表がどこだったかな、ドラムと勇者場だったと思うんですけど、勇者場がね、あんまりなんか、まあ、勝ったけど、なんか納得いかないみたいな試合が多かったんで、ちょっと、ボツにしました。で、これ、ゾロがね、下降りたんで、はい、普通に抜きました。で、ゾロが戻ってきた。で、ここはね、ちょっとやっぱり、ニカね、ゾロしんどいかもしれないんで、ちょっとフォローいつでもいけるようにしようかなと。で、ここナイス。で、これメーザーでジャスもらうと。で、ここで一落ちさせていくんですが、やっぱゾロのね、あれがね、しんどいっすね。通常1、2でもうハゲちゃうんで。多段がしんどいっすね、ゾロのね。ここちょっともったいぶらずにアンドンすぐ打てばよかったかなっていうところ。本当はね、なんだっけ、奥の2巻に当てたかったんですよ。一旦距離的に届かないなと思って、タゲが取れなかったんで。本当はね、2巻がもうちょい真ん中に近づいてくれれば、2巻、ゾロ、マムって3体に当たったんでね、行こうと思ったんですけど。無理だったと。で、ここはまあ通常で押し切って、取ろうと思ったんですが、ここも一旦お預けで、これでジャスがもらえつつ、殺しきれると。で、下はカイドウさんに抜いてもらうと。これもなかなか、良かったんじゃないですかね。自分が二陣取るよりも、背中に火を灯しつつ、二課をやっつけると。そっちの判断で良かったかなと思います。で、ここで2体来てるやつを、ジャス取ってからまとめて狩りうどんで吹き飛ばして落としていく。意外とね、やっぱガープもね結構大変なんでね、ニカ、この体力のニカだとね。
で、ここね、ヒート燃しちゃったんですよね。で、ワンツーで一回削って、まあ、2回やられていく。で、ジャストってワンツー。で、この後、ワンツースリーまで振ってるね。大体ワンツーで止めることが多いんだけどね。これなんでかっていうとね、あの3発目にね、回避挟まれてジャスカイ返しされちゃうんでね。で、ここで下にいるニカに飛ぼうと思ったんですけど、ちょっと位置がずれてたみたいで、まあいけなかったんで、ここのゾロさんをやっつけて、で、そこの奥ね、最後、取ったのを守って、負け数じゃないと。で、絶対ボンボン打つと。これで無理やり抜かないと勝ち数いないんでね、向こうからしたら。というわけで、3対2で勝ちですね。ありがとうございます。はい、ではいかがだったでしょうか。いや、アルベルね、マジで強いっすね。はい。まあ一応特性上は、防御力上がってる敵とか、パラメータ増加中の敵に強いっていう感じなんですけど、全然なんか普通のキャラにもね、火力とかめちゃめちゃ入って、で、やっぱりね、3回無敵っていうのがね、あと、回避が、溜まるのが早いとかっていうのが非常に使いやすいキャラクターになってるんで、めちゃくちゃおすすめでございます。よかったら使ってみてください。ではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。